はい、どうもジョイです、今日もウイレアプリ2018やっていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、1週間ぶりぐらいになるんでお久しぶりといった感じなんですが、今日はですね、オンラインマッチの方をやっていきます。はい、こんな感じで、オンライン用にですね、ちょっとチームを作ったんですね。星さんスカットのやつをちょっと作って、さっきねちょっと試しに試合をしてみたんですけど、レート910の人のやってですね、無事ですね、負けました。はい、負けましたって言っても試合には勝ってたんですけどね、まあ察してください。通報はしておきましたんで。はい、星さんスカット同士ということでなかなかいいんじゃないでしょうか。チームはねこんな感じです。はい、でもサブはねもう白で埋め尽くされてますけど、まあ変えなくてもいいかな。あ、オール銀でということでいいですね。なかなかオール銀ってなかなか見ないですけど、さあやっていきましょう。まあさっき負けた話をしたんですけど、レーティングが1しか下がらなかったんでね、まあさすがにレーティングもチームパワーも離れまくってたんでね、向こう星5でしたし、まあだからといって切断をしていいという理由にはならないんですが、さあじゃあお願いします。あ、重たい。よし、マイボマイボ一旦下げて、あー惜しいな。はい、いや意外とねこのチーム多分僕的にはいい気がします。使いやすさといいますか、バランスがいいような気もしますが、さあ危ない。オッケーオッケー、やっぱサブを捨ててる分中に黒をねちょっと詰めれるんでね。オッケーオッケー、ファール。その分ちょっと試合中は優位に立てるのかなという気はしますけど、このムバッペがねマジで強いっす皆さんは多分知ってると思うんですけど、ムバッペねまだレベル全然上げてないんですけどめちゃくちゃ強いです。本当にびっくりしました、使ってみて。あー早いか。おーマジびっくりする。いや相手のミスに救われた感じですねこれは。よし、おーびっくりするって、ちょっとイラついてますかね相手の方は。こういう時は結構単純に攻めていってもいい気がしますけどね。これはちょっと中だけ警戒しつつ、これは取れるでしょ。 OK、 おっとまずい。こういうミスはなくしていきたい。よし、お危ね。いやーマジポグバもいいですね。これも使ってる人が多いのがよくわかる気がします。これはマンジュキッチで、あ、カンテになっちゃった。
ちょっと若干重たいですね。困りますね、これは。うん、うまい。ああ、そういうタイプですね。はい、見ていくタイプということで。いやー、これどこマークすればよかったのかな、これ。いや、もうあのスルーパス出された時点で負けてましたね、これは。多分追いつけなかったですね。さあ、若干の煽りを入れられたところで、うー、もったいね。うん、はい、ナイスゴール、うまい、ね、相手が見たんで僕も見ていきましょう。いやー、本当にマンジュキッチも強い。意外と細かな動きができるんでね、マンジュキッチ背が高いですけど、ああいうのは助かるところですね。あ、もういいや。お、なんかめちゃくちゃ打ってきますけど、これは何でですかね。はい、前半終わりで、後半からイカルディを入れましょうかね。どこに入れましょうかね、これ。まあ、とりあえずクアドラードは下げるとして、ここがこんな感じかな。こちらがいいか。そうですね、こんな感じでいきましょう。もう1点ぐらい入れるとちょっと落ち着きますけどね。1点差は怖いとこではあります。はい、じゃあお願いします。オッケー。あ、ムーバッペ早い。よいしょ。あ、間違えた、フェイントしちゃった。あ、まずいんじゃないこれ。キーパー出てきて、よしよしよし。背が小さい、ヌゴロカンテの背が小さく見える。ミスマッチすぎてやばいでしょこれ。さあ、イカルディ、このマンジュキッチにそのまま上げる感じで、惜しいな。拾ってセカンドボール拾って、あ、オフサイド、めっちゃオフサイドだった今。奪って前出しつつ、あ、後ろに出されちゃった。攻め度で、オッケーオッケー、ディフェンダーが引き出せたので、あ、もったいない。ポグバでいいね。あ、やべ、もったいね。それはもったいないね。バラン、バラン頼む。おーい、危ねえ。よしよしよし、とりあえず外にね、ちょっとボールを落ち着かしたい。あ、まずいんじゃない、これ。あっぶねえ。かな、ちょっと重たいですね。これはマンジュキッチで、高さが足りない。せっかくのマンジュキッチの背の高さが活かせない。
ちょっと、ちょっと。うん、マイボですか。まあ、下げて前に大きく。あ、もったいない。うわ、あれ通っちゃうの。マジか。いや、あれ通ると止めれんな。あれもしょうがねえ。いや、ファールか。もう、いかん。落ち着け、落ち着け。何やってんだ、本当に。いや、めっちゃキーパー出てない。危なくね。うわ、マジかよ。最悪じゃん。ありえん、マジ。やってることが意味わかんなすぎて。下手くそかよ。よっしゃ、来た。あー、めっちゃ黙っちゃった。オッケー。あぶねえ。いや、マジ負けるわけにはいかないでしょう。ちょっと後ろにカーソルを置いておきましょうか。おい、ちょっと待て、ここでそのミスは致命的すぎる。あぶねえ。コーナーじゃなくてよかったと思うぐらいだね。いや、踏ん張った結果出てましたよね。そうだよね。オッケーオッケー、これは大丈夫。あぶねえ、ギリ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 引き分けに持ち込みました。あぶねえ。さ、というわけでですね、3対3で、まあ本当にギリギリで追いつくことができたんですが、いや、まあそうですね、なんか銀でもいい選手がいればいいんですけど、あんまりそういうのが分かんないんでね、一応金と黒だけでこう作ってるんですけど、あ、ちょっと待ってくださいね。マイチームの選手、この銀からちょっといいやつをね育てたいんですけど、これはあれですかね、結局コストが高けりゃいいっていうことなんですかね。銀の中でもやっぱりちょっとね、そこら辺がねまだね初心者すぎてね、ちょっと分かってないんで、ファンペルシーとかは多分強いと思うんですよ。これ多分銀にしてはこれ多分ステータスめちゃくちゃ高いと思うんですよ。この特にこのオフェンスの、まあセンターフォワードなんでね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こんなにオレンジがあるのはなかなか多分銀でもないんじゃないですかね。ファンペルシーとか使ってもいいんですけどね、ちょっとそうですね、マンジュキッチに比べるとどうしてもちょっと高さで劣るかなっていう気がするんで、マンジュキッチ使ってるんですけど、もうちょっとチームパワーを減らしたい場合は使ってもいいんですかね。そんな気がします。ちょっとね、なんかおすすめの銀とかあればちょっと教えていただきたいなと思います。はい、お願いいたします。はい、というわけでね、今日の動画は以上になります。
動画が良ければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。プレゼント企画の方もですね、ちょっと期間が長くなってしまっているんですけども、まあ1週間以内にはまた新しいプレゼント企画の動画ね、あげますので、コメント欄にて応募できますので、その時はどしどしご応募ください。それじゃあ。